可能性高いです。これお店が閉めた時のやつをそのままってこと。多分おそらくそうです。多分そう。閉めたからっていうことで。もうでも覚えてないですよ。僕も結構前なんで。ほほ嫌な感じ。ああ当たってるよ。楽園。しかも同じだ。楽園ロジックをイカート。俺が言うのもなんやけど在庫過剰にも次。これが潰れた理由ですかね。そうやろな。闇を見たら今カードショップの扱うユーラシアもこうやって出すことになるわけやからオークションで書いてありますよ。キッチン最後僕が100万ぐらいおえ何が何これワンガードワンガードですね。なんか変な色が入ってるあカードやちょっとこれはっぽいおキラッカードだこれプロテクターやと昔の夏のキャンペーンの時に渡してっていうプロテクターちゃうかデッキみたいなもんなにこれ DD デッキこれディアなあデッキあ今春うららおったぞあれこれ違うぞお前これコピーやろえ偽物だった偽物やでここやばいやコピー何の入ったのだって春うらら今光もしかないもんほらカラーコピーやこれうわやばいやばいやこれ、うん、やばいもん捕まされた感じやばいもん使ってんねほらノーマルやこれうわこのオークション悪どいなやってるね偽物扱っていいのかねこれやめすぎるでしょこれだってほら高いからこれ有給詐欺もコピーやでこれやで多分これで遊んでねみたいな感じやなやろうけれども今のところだって値段はつけたくない感じするな全然つかないですこれ100万円高いカードゾーンが分けててくれてたらいいんですよねプレイマットですねこれ高いカードがねないんですよホロアクティとかそういうのがあるんかなって思ったけれどもナイロン入ってないやつありますもんねこれ、うん、普通にここ全部スーパーレアですよ中身スーパーレア、うん、全部スーパーやほらナイロン入ってないやな、うん、多分それ俺がいつも無造無造で買ってるようなああ。お千年源氏レプリカやんいやそりゃそうでしょないぞこれうちないやんこれはちょっとまずいかもしれんな今のところごけれども1000円とか2000円つくやつはないおっていうのがないですねない超レアカードみたいなの欲しいですねスターダストドラゴンスターダストドラゴンバルカンでもそれゴールドやんスターダストウォリアーあーゴールドやん出やすいやつとかそればっかり入ってるとかってやつやなマジ